はい、どうも皆さん、こんにちは。野外です。今回も、マッドブラックカンパニーの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は4回ですね。エントリー。ノベルパート。僕の知っている世界は、僕の目の届かないところで形を変えた。気がついた時にはもう遅く、その変わってしまった世界に僕の方から順応することを求められる。もう何年も勤めているはずの会社で、僕は今まさに遭難していた。はいはい。不自然に増えた部屋、奇妙な廊下、鍵のかかった扉。僕の知っているオフィスはまるで違う。言うなら異世界のようだ。そりゃ他のフロアに立ち入った経験はないけれど、柱の位置や非常口の場所が変わるはずがない。徘徊する怪物から逃げながら、この身に降りかかる不条理に、中指を立てる代わりに吐き捨てた。なんでこんな目に。それは私にはわかりません。誰だお前。突然の返答は綾瀬さんからのものだった。冷たい壁の向こうから彼の声が聞こえてくる。驚いたな。綾瀬さん、まだ通気口の中にいるんですか。どうにもうまいこと抜け出さなくて急に弱気何か様子が変なんです。私自身、通風口の行動に対して明るいわけではない。この作りは、まるで通常のオフィスとは思えない迷路のように感じます。綾瀬さんと全く同じ思いを持っていたが、僕は仲間ができたような気がして少しだけ嬉しくなった。フロアの方も同じです。先ほどの地震の影響で片付けられない現象ですよ。大規模な改築工事でもしない限り、こんな風に建物の中身が変わるはずがない。はずがないと言ったものの、現実にそうなっているのだ。おお。この都合の合わない現象を前に、僕の頭は処理落ちを起こして頭痛を抱え始めていた。寺重さん、私の方でも出口を探します。もしよかったらカッターナイフを持って、リクエスト多いここは会社が夜逃げをしてから放置されてる空きフロアのようですから、どこかにきっとあるはずです。はあ、とんでもねえ会社なんだな、このビールって。あ、ここがライター持ってき、ライターじゃない、あれを持ってきて、ちょっていうやつでしょ。またなんかいるのこれ、やだな。こっちは、あ、こっちも行けるか。じゃあ、左回りで行く。こっちはなかったんだよね、なんも。あー、なんか嫌な感じすんな。またり、う、なんだ。メモのようだ。エアコンのリモコンが動かない。電池抜いたバカを僕、お、何札って読むのこれ。主札考察、収集、うん、いいや。オフィスの鍵を手に入れた。左回りでよかったのかな。うわぁ、バカじゃん、これ。バカじゃん、これ。ほんとバカじゃん、これ。何これ。意味わかんねえ。あ、左行ってよかったのか、じゃあ。で、右は？スタート地点ここで、あ、ここがオフィス？違う？あ、そうだ。いや、もうエアコンとかそういう問題じゃねえしさ。オフィスって見えない。電池。おお！エアコンの電源切れんじゃん、これで。お、ここに隠れるんだ。へえ。でもまだ誰もいないね。じゃあ、右側。ああ、右もなんかある。おお、ここ、あ、ここ取れるようになるのか、エアコンで。エアコンのロリコンはどこだ？あ、ここも隠れない。ロリコンのエアコンのリモコンはどこ行った？メモ。もうこれ以上会社を動かしていることができそうにない。自分だけは大丈夫だと思っていた。テレビに出てるようなやつらよりもずっとうまくやれると。それも今日までだ。無責任だと責めるなら勝手にしろ。なるほど。お、なんかあるぞ。電池で暖房の電源をつけた。フロア全体の温度が上がったようだ。氷なくなったんじゃないこれで。あ、なんか解き離れたれた。ちょっとやばいな。どっから来てる。なんか解き放たれただろう、これ。なんだ、これ。
407の鍵、これいらないよ、もういらない、俺はいらない、もう見ないでもわかるけど、でもこれ入んないといけないんだろうな、きっと。逃げられる、うわ、なんかやばそうなやつあんじゃん、アイテムもあったし、やべ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 の来た、敵の姿を見たいってのもあるけど、また利変なら通るかな。うわ、なんだこれ、作り物のようだ。それにしても悪趣味だ。誰がこんなものを。いた、やべえ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 の来た、やべえの来た、やべえの来た、利変なら通り来ちゃったよ。ずっと来てんじゃん、だってよいしょ。でもあいつ足遅いから行けっか、普通に。どっち？どっち？こっち？こっちじゃないね。こっちだね。あれ？こっちはさっき来たか。もう訳が分かんなくなってきたな。で、ここ上だ。行ってないのは。OK！ で、ここの部屋は？ん？お？起きた。407の鍵、オッケー、いいね。そったら、あ、ここは行ってないんだよね。あ、行ったのか。で、こっち側行ってないんだ、まだ。何？メモ。私のことを他人に話すときは、間違っても自殺したなんて言わないでほしい。私は、意思したのだよ。自殺なんて、ひとまとめにされては困る。私は首を吊り、意思したのだから。407だな、つまり。ただお前いつ書いたのそれ。うん、そこだよね、こっちだっけ、そう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 、ここここ、はい、お前だな、 100% お前だな。胃液に似た匂いを立ち上らせるシミだ、赤黒くカーペットにこびりついている。はあ、胃液か。じゃあ、いや、そこじゃなくてさ、ああ、いけねえか。お前は？なんもないよな。え、じゃあ、ここ何なの？あ、やべ。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 どこ行きゃいいんだろう。あ、さっき行けな、左か、左。左、確か塞がってたっけ？違ったっけ？どこに向かえばいいんだ？こっち行った？行ってない気がする。あ、来てない。ここ来てない。洗剤。あー、さっきのとこ洗うのかな？さよなら、すべての人。もしも僕のことを大切に思ってくれたなら、目を閉じて気配を感じ取ってください。助けて。死にたくない。助けて。はい。こっちは？なんだこれ、パスワード、うわー、やめとこ。な、広いなー。あ、でもここは来たことある、あ、ここ来たことあるな。え、さっきの 407、 こっちか。407はこっちか。そう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 、はい。数字。起きた !672109。672109だから、どう来たっけ、こっちか ?672109。672109。672109は、ここか。672109、エンター。エンターじゃなかった。オッケー、扉が開いた。で、おお、なんかあった。カッターナイフ、オッケー。それで、オッケー。
分泌された脳内麻薬が僕を楽にしようとする。まぶたを重くさせ、頭を鈍らせ、もう休めと耳元でささやく。そのだるさ、かったるさ、目を覚ますような刺激が欲しい。おお、どうだろうか。4回、あ、今何回、3回か、次。ん ?5 回で止まって、4回に降りて、4回を今クリアしたから次3回か。じゃあ、3回のノベルパートだけ見て終わりましょう。エントリー。慣れというものは人間を進化へと導くのだろうか。どんなに嫌だったことも慣れれば何も感じなくなるとは。よくあることで、人はそれを成長と呼んだりする。けれど、慣れたことはルーチンワークの一つになって、心を動かさずに処理できるようになってしまう。そうなると、発見や発展は望めず、いつしか負担になり下がる。その慣れが僕の頭に、甘いピンク色のもやをかけ始めた。異常に構成された空間に対して、人間が当然持つはずの恐怖や焦りといった感情が、明らかに弱くなっているのだ。それは僕の心にかかる負担をある程度は軽くしてくれるけれど、思考を鈍らせ、観察力をダメにする。複雑に入り組み出したフロアは、理屈で説明できる範囲を超えていた。今こそ考える力が求められているというのに。ここは3階。とても信じられないことだが、ここは至って普通のシステムセキュリティ系の会社が入っていたフロアだ。そこら中に転がっているパソコンがその名残を伝えていた。詳しい業務内容は知らないが、セキュリティに関する業務に携わっているならば、在中している電話番がいてもおかしくはないが。もともといなかったのか逃げ出したのか、とにかくここには人の気配はない。綾瀬さんもいないのか。耳を澄ましてみても、この空間にあるのは自分自身の、心音でいいのかな?だけだ。その脈打つ心臓の音が電動、骨伝導のように頭に響き、単調な子守唄のように意識を麻痺させる。このままじゃいけない。目を覚ませせる何かが僕の心には必要だった。いいなって今の僕には必要だった。話し相手や濃いめのコーヒーなんかが理想よく、理想なのかもしれないが、そう都合よく手に入る状況ではない。ちょっとやばいぞ、カッターナイフ。あらあらあら、僕は足元に落ちていた尖った小石を拾い上げ、その切っ先を左手の生命線に沿わせるように当てがい、切り落とさんばかりの勢いをつけて一文字に引いた。滴る血と焼けるような痛みから頭の中のもやを晴らす。原始的かつ馬鹿らしい選択ではあったが、一瞬で意識を覚醒させるには合理的だったかもしれない。馬鹿だよ。蘇った緊張感のおかげで小さな気配にも気づくようになっていた。綾瀬さん、部屋の隅、床下の方から聞こえてきた絹ずれの音を頼りに声をかける。わ、びっくりさせますね。寺重さん、今何階にいるんですか。私の方は感覚がおかしくなっていて、自分がどこにいるのか見当もつかないんですよ。僕がいるのは3階です。つまり、綾瀬さんは2階の天井にいるといったところでしょうか。いつの間にか僕を追い越していた綾瀬さんは、先ほどのとは比べなものにならないいうことに疲れ切った声で話す。ぐだったなぁ。私は人間になる夢を見ていた芋虫だったのか、ではないかと思われてくるほどに、この体勢に慣れてしまいました。お前、小妖竜のあれじゃん、名前が出てこねえや。私は蝶であったのかっていう、人間であった頃はもしかして蝶が見た夢だったのではないかっていう、ねえ、あれですよね。真っ暗な通風口の中を這いずることにもう一切の抵抗がないのです。時折風に乗って聞こえてくる誰かのうめき声にも心が動かなくなりました。寺重さん、私はもうダメかもしれません。もともとひ弱な精神が折れる寸前のとこだと自分でもわかるのです。綾瀬さん、それはきっと暗いところに長くいたせいですよ。暗くて狭いところにずっと閉じ込められていたのでは、精神が不安定になるのもうなずけますから。どうでしょう、そろそろ合流しませんか。僕がそっちに向かいますから、綾瀬さんは5月に待っていてください。わかりました。
ずっと安全な場所にいた私からこんなことを言うのは本当に申し訳ないと思うのですが、できるだけ早く来てください。ここはひどく気に障る匂いがするんです。血とヘドを煮詰めたソースをたっぷりかけた腐りかけのニシンみたいな匂いです。いやー、わかるわかるわかんねえや。深海の大流のようにゆっくりと空気の動きに乗ってどこか遠くから私の元へ届くのです。嫌に具体的な匂いの表現に鼻孔の奥にその匂いが触れたような気がして気分が悪くなる。鼻で咳をついてから僕は改めて綾瀬さんに励ましの言葉をかけた。では綾瀬さん、もう少しだけ頑張ってください。お待たせはしませんから。約束です。必ず会いましょう。ありがとうございます。デラシゲさん、行ってしまう前に一つ頼み事をしてもいいですか。またリクエストか。小さなトンカチ、ロックハンマーのようなものがあれば届けてほしいのです。そんなものあるわけないでしょ。それさえあればこのまま降りることができそうなんです。希望をつかみ取るには必要なんです。希望は本当に、それがなければ死んでしまいますよ。何にとぞよろしくお願いします。はい、といったところで今回これで終了。赤いなおい。終了したいと思いますよ。では次回もまたビルの中で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャー。